東京ドームです。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズの15回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはスワローズの先発吉田が東京ドームのマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう？そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。初球ボール、まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。はい。インコースボール、これが4球目、高め打ちました。わずかに右に切りました。ファールボール、低めの際どいところですが外れています。スリーボールツーストライク。打ちました。ライトへ打球伸びる、ライト掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている大和、昨日は猛打賞を記録しています。当たってましたよね、バットが触れてましたからね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーは吉田、ここまで6勝をマークしています。空振りになります。インサイド落ちました。ファウルゾーン切れそうです。切れていきます。ファウル、高め見送っています。5球目は何で来るか。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。掴んで2アウトです。バッターボックスには3番佐野、2アウトになっています。先発ピッチャー吉田、そしてキャッチャーは中村、このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。さあまず1球目、初球ボール、低めボール、空振り、ツーストライクツーボールと追い込んでいます。バットは動きません。よく見ています。スリーボールツーストライクです。
これが6球目。アウトコース打ちました。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。この回ベイスターズ三者凡退です。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の浜口。さあスワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは坂口。2試合当たりが出ていません。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。真ん中打ちました。これはどうだ。一塁送球します。アウト、ワンアウト。バッターは本山。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン浜口、まずは先頭バッターを打ち取っています。ストレートが決まりました。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。これが3球目。アウトコース外れます。打ちました。ここはフライになっています。取ってツーアウトです。クリーンナップが登場します。バッター山田、前回のゲームではホームランを含む猛打賞を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ツーアウトになっています。アウトコース、ボール。際どいコース外れました。ボール先行です。低めの球ストライク。ボールを操ってきます。ツーボールツーストライクです。際どいコースには投げ込んでいます。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。さあこれで決まるのか。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ツーアウトから先制のランナーを出していきます。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。走ってきませんね。まあ牽制の上手いピッチャーですから、迂闊にリードは取れないでしょうね。ああそうですね。切れていきます。ファウル。ツーボールワンストライクです。さあこのカウントランナーはどうするか。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。
バッターの塩見、今シーズンの得点圏打率は1割9分1厘となっています。まあここはバッター甘い球を狙ってますから厳しいところに決めたいですね。はい、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、スワローズ1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット1対0スワローズ、なおも2塁1塁のチャンスです。さあそしてバッターボックスにはサンタナが入っています。さあなおもチャンスの場面、初球からバッテリー内側際どいコースへ投げ込んできました。さてバッターボックスのサンタナ、どういったタイプのバッターでしょうか。まあそうですね、打球が強烈なんで打たれた時のショックは大きいですね。怖いバッターですよ。なるほど、そうですか。次のボールは甘くなると痛い目に遭いますね。なるほど、さあどう来るか。さあ4球目は何か、ダーッと当ててしまいました、デッドボール。あー完全にすっぽ抜けてますね。7番バッターオスナ、スワローズこの回1点を入れています。さあ先制に成功、なおもその点差を広げていこうかというところです。初球から思い切って振ってきましたオスナ、これが2球目、もう1球アウトローへ、これも空振りです。バッター追い込まれました。これは変化球、さあ勝負してくるのか。インコースの変化球見ています。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるというのがやっぱり一番有効になると思いますね。なるほど、そういった配球を要求してくるでしょうか。さあ6球目は何か、変化球打った、センター前抜けていく、ボールは中継、サードランナーがホームに帰って、スワローズ追加点3対0さらに2塁1塁のチャンスが続きます。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。初回から確実に攻めていきます。今いい流れが来てますから得点するならここですね。さあそしてこのチャンスで打席には8番の中村が入っています。やはり安易にストライクから入れませんよね。ピンチですからね。ああやはりそうですか。内へのスライダーはボールになります。きっちりと見極めました。ストライク入りません。
いい当たり、センターへ抜ける、ホームに送球、これで3試合連続安打、ツーアウト満塁です。これが1球目、初球いいところに決まります。バットが空を切りました。低めのボール打っていった、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回スワローズ見事な攻撃でした。1回終わって3対0、スワローズ先制です。さあバッターは外、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。これが初球、初球ボール、さあ2球目は何か、ボールになります。ボール先行です。内へ低めの変化球、この球は外れています。これが5球目、落ちる球、見逃してストライクです。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました、ピッチャーゴロ、アウト、ワンアウトです。さあバッターは宮崎、ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。初球ボール、次が2球目、インロー見送っています。ボール先行です。ここはバッターがフルスイングしてくるカウントですね。なるほど、さあどう来るか。引っ張った、この打球はフライになっています。レフトが取りました、ツーアウトです。6番バッター柴田、ツーアウトになっています。さあ初球は何か、空振り、切れていきます、ファウル、惜しいボールでしたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。さあ勝負してくるのか、ボールになります。高め外れました、フルカウントです。打球はセンターへ、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。
3対0ヤクルトスワローズがリードしています。2回の裏になります。ヤクルトスワローズ打順よく1番から始まります。坂口がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。スワローズリードで迎える2回の攻撃です。ボールになります。ボール先行です。真ん中に決めてきました。次のボールはバッターの裏をかかないと危ないですよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。ファウルになります。ああこれはいけません。デッドボールです。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターは本山。まあここは送りバントでいいかもしれませんよね。バントしました。取りました。アウト。ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。セカンド山田。さあチャンスを守りしよう。最初は変化球できました。バッターボックスの山田、今シーズン得点圏での打率は2割2分8厘となっています。外。ファウルになります。打ちました。センターへ。伸びがありません。セカンドランナースタートを切る。さあそして打席には村上が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まずは見送ります。ワンボール。改めてお聞きします。バッターの村上、バッターとしてはどういう特徴がありますか？打球に角度をつけてスタンドまで運ぶ、いわゆるホームランバッターですね。そうですか。低め、これは外れた。これは見送ってボール。3ボールになりました。さあ5球目は何か。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。田中が抑えて3アウトチェンジです。スワローズサードランナー残塁に終わりました。2回終了3対0ヤクルトスワローズがリードしています。小宮山さん、今日は先発もしっかりゲームを作ってるわけなんですが、いいピッチャーの条件とはズバリ何でしょうか？どうでしょうね。監督の考えてる通りにアウトを取ってくれるってことですかね。まあ、先発だったら長いイニングをとにかく投げるっていうことが重要になってくるので、まあ、それでいて点を取られなければなおいいという、そういうことじゃないですかね。まさにそのようなピッチングを今日はしているようです。ボールになります。ボール先行です。さあ3球目は何か。変化球タイミング合いません。インコース変化球決まりません。
ファウルになります。打ちました本山、一塁を送ります。アウト、ワンアウトです。8番バッターはキャッチャー山本。ここを3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。そうですよね、今迷いなくバットを振れてる感じがしますね。ああ、なるほど。さあ今日も期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。いいところへ決めてきます。ストライクです。低めの変化球は決まりません。食い上げた本山が掴んで2アウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の浜口がバッターボックスです。まあ少し不安な球種とかをここで試してみてもいいかもしれませんね。そうですね。アウトコース決まってストライク。2球目は何で来るか。外れてボール。3球目打ちました。これはどうか。サンタナが抑えて3アウトチェンジです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0、ヤクルトスワローズがリードしています。打席には5番バッター塩見。まあ、前の打席はストレート打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。アウトコース外れました。よく見ています。ファウルになります。打ちました。ヒットになった。二塁へ送球。バッターランナーは二塁まで進みました。さあスワローズ追加点のチャンスを迎えています。まあ早いうちに追加点を取っておけると楽ですからね。なるほど、そうですね。さあインサイド、ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト。さあそしてバッターボックスにはオスナが入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にランナーは残した状態。バッターのオスナ、今シーズンの得点圏打率は2割5分6厘となっています。打ちました。取った。一塁へ。アウト、2アウト。さあそして打席には中村が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、チャンスはまだ続きます。やはりピンチですから初球も慎重になりますよね。ああやはりそうですか。ここは敬遠という選択肢もありますね。なるほど、さあどう来るか。引っ張った。打球はレフトへ。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。スワローズサードランナー残塁に終わっています。
3回終了3対0ヤクルトスワローズがリードしています。4回に入っていきます。 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。バッターは桑原、先ほどの打席はライトフライに倒れています。スワローズリードで迎える4回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあそうですね、一発だけは気をつけたいですよね。丁寧なピッチング心がけてもらいたいですね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。低めはボール、打ちました。ファーストが取る、アウト、ワンアウト。打順は2番大和、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。吉田、まずは先頭バッターを打ち取っています。低め見送っています。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。次が5球目、高め空振り、フルカウントになっています。打ちました。センターへ打球伸びる、ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。3番バッター佐野、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトになっています。ファウルになります。ここもファウルです。ファウルボールにはご注意ください。低め、三振を取りました。スリーアウト、チェンジ。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0ヤクルトスワローズがリードしています。先発の吉田が打席に入ります。まあ当然なんですが、ピッチャーでも塁に出るんだという気持ちで打席に立たないといけませんね。そうですね。ボールになります。ボール先行です。力のあるまっすぐですね。はい、外のストレートがストライク。キレのあるいいボールでしたね。アウトローの変化球、キレがあります。ツーボールツーストライクです。三振になります。ワンアウトです。打順はトップに帰って坂口、先ほどの打席はデッドボールでした。浜口、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。サードゴロです。一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスには2番元山、ツーアウトランナーありません。
最初は変化球できました。ファウルになります。打ちました。ショート取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。4回終了3対0ヤクルトスワローズがリードしています。小宮山さん、ここまでピッチャーは1人のランナーも出していません。パーフェクトピッチングです。まあそうですね、とりあえずここまでは素晴らしい内容ですよね。一体このピッチングどこまで続くんでしょうか。期待がかかります。ファウルになります。惜しいボールでしたね。膝元変化球がわずかに外れています。変化球、これは胸元へ。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。これもファウル。次が6球目、内へ持ってきましたが外れました。3ボール2ストライク。打順は5番宮崎。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。初球ボール。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。インサイド打ち上げました。レフトに上がった。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックス柴田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ワンアウトになっています。小さく変化させました。これが2球目、低めに外れてボール。次が3球目、もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。打ちました。痛烈、センターに抜ける。二塁へ送球する。二塁際どいが、これはセーフだ。さあスワローズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあこういう要所を締めていくのが大事になってきますからね。インサイド、右中間に上がった。タッチアップ。さあそしてバッターボックスには山本が入っています。さあ2アウトながらまだピンチは出していません。リードはしてますけど、どうなるか分かりませんから、気を抜かずにしっかり抑え切らないといけませんね。なるほど、そうですね。打ちました。痛烈な打球、外の低め、見極めます。引っ張った。これはどうか、三遊間抜ける。サードランナーホームイン。1点返しました。 DeNA ベイスターズ、レフト前へのタイムリーヒット。3対1、スワローズ2点差に迫られています。
さあ打席には先発の濱口が入っています。調子は悪くないですから、ここは続投させるということでしょうね。うん、そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。もう一回持ってきました。見送っています。ボール。釣り球、しかし誘いには乗りません。ボールが3つになります。右中間へ、面白いところに飛んでいる。掴んで3アウト。反撃はここまで。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回ベイスターズ点差を縮めていきます。3対1、ベイスターズが追い上げています。5回の裏、ヤクルトスワローズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。山田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。スワローズリードで迎える5回の攻撃です。真ん中です。ワンボールツーストライクです。次が4球目。変化球入りません。三振です。ワンアウトです。バッターは4番村上。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。濱口、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはスワローズが吉田、そしてベイスターズが濱口、この2人の投げ合いとなっています。まあ、ここはバッター狙い撃ちしてきますから、甘いと大怪我の可能性がありますね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。膝元への変化球。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。この球は外れています。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい。外のストレートわずかに外れてボール。3ボール2ストライクです。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。打ちました。弾き返した打球は左中間へ。佐野が掴んで3アウトです。この回スワローズ三者凡退です。5回終わって3対1、ヤクルトスワローズがリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。さらに続きます。ツーアウト満塁の場面、7番バッターオスナ、フルカウントからのタイムリー。スワローズ2点を追加します。
5回、ツーアウト一塁三塁で8番山本、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。スワローズ1点を返されます。ランナー一塁二塁のピンチ、ヒヤッとしましたが外野フライ、ここはしのぎます。これから6回ベイスターズの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。梅野がマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。初球打ち、この打球はフライになっています。取ってワンアウトです。バッターは2番大和、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。ワンアウトランナーありません。さあ2球目は何か、高めのボール切れていきます、ファウル。バッターよく見ました。振ってくれませんでしたよね。振ってきません、外れています。またファウル。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。インサイド打ち上げました。詰まりながらもセンターへ、ここは打ち上げています。センターが取りました。ツーアウトです。バッターボックスは3番佐野、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトになっています。打ちました、切れました、ファールボール。低めはこれは入っていました。ワンボールツーストライクと追い込みました。空振り三振、スリーアウトチェンジ。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対1、ヤクルトスワローズがリードしています。6回の裏スワローズの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。中川が2番手としてマウンドに上がります。さあマウンドに上がったのは中川、今シーズン3試合目の登板です。昨日今日と連投ということになりました。さあ小宮山さん、中盤ここで変えてきました。きっちり抑えて味方打線の反撃を待ちたいですね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。変化球できました。際どいコース見送っています。外のボール、2ストライク2ボールと追い込んでいます。インサイド落ちました、切りました、ファールボールです。インサイド落ちました、切れました、ファールボール。三振です、ワンアウトです。バッターボックスは7番オスナ、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。初球ストレート見送っています。ボール、154キロがいきなり出ました。
次が2球目。インコース見送ります。ここは150キロを超えてきます。落としました。外れます。いいストレートですね。インコース伸びのあるストレートで空振りを取ります。ツーボールツーストライクです。打ちました。このフライは切りました。ファールボールです。に行ってしまいましたね。はい、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。まあでもよく伸びましたよね。試合中盤徐々にリードを開いてきました。バッターボックスは8番中村。スワローズホームランで追加点を挙げています。初球ストライク。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。スライダー外れます。これは低いところに持ってきました。アウトロー外れます。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。空振り三振、ツーアウトになっています。ピッチャーに打順が回って6回から登板の梅野がそのままバッターボックスに入ります。まあ次の回も頼むぞということですね。そうですね。インサイド見送っています。この高めは外れます。ボール先行です。直球ストライク149キロ。ツーボールツーストライクです。ボールカウントは2ボール2ストライクです。振っていきましたが三振。3アウトチェンジ。しかしこの回スワローズソロホームランで追加点を挙げています。6回終了4対1、ヤクルトスワローズのリード広がっています。小宮山さん、ここまでいい流れで7回を迎えられたのではないでしょうか。そうですね、リードを保ちながらということなので、大事に大事に投げてほしいなと思いますね。そうですよね。アウトローを見送ってボール。
ストライクです。ワンボールツーストライク。4球目は何で来るか。変化球が低めに外れます。見逃して三振になります。ワンアウトです。初球打ち、ここはフライになっています。掴んでツーアウトです。バッターは6番柴田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。インコース空振り。ファウルになります。変化球が高めに外れています。振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4-1、ヤクルトスワローズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、スワローズの攻撃に入ります。アウトコース見送ってストライクです。154キロがいきなり出ました。インサイド、高い打球左中間へ、レフトが取りました。打席には2番バッター本山。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。外を狙っていきました。変化球、これは胸元へ。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。落ちる球できました。ここもファールです。ボールになります。フルカウントです。スタンドへ切れました。ファールボール。次が9球目。打ちました。高く上がりました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。バッターボックス山田、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。ツーアウトになっています。アウトコースは外れます。ボールになります。
外の低めです。2ボール2ストライクと追い込んでいます。打ちました。センターに上がった。この打球はフライになっています。桑原が掴んで3アウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。7回終わって4対1ヤクルトスワローズがリードしています。これから8回ベイスターズの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。近藤が3番手としてコールされています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。インサイド落ちました。ファウルになります。ワンストライクです。この球は外れています。ボールになります。高めちょっと外れたか。5球目は何で来るか。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。バッターボックス山本、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。初球空振りです。誘ったんですけど見極められましたね。はい、高めストレート外れてボール。打ちました。これもセカンドゴロ。アウト。ツーアウト。バッターボックスには代打の伊藤。ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。インサイド変化球決まっています。痛烈。これはどうだ。三遊間抜ける。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー一塁。入れていきます。ファウル。ここは落としてきました。ライト方向を流しました。ファーストの横抜けました。桑原、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスの大和、今シーズン得点圏での打率は2割5分となっています。これが2球目。中へのストライク。ここは見ます。右中間へ。この打球は落ちるか。どうだ。掴んでスリーアウト。追い上げることはできませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。
ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。4対1ヤクルトスワローズがリードしています。8回の裏スワローズの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。高田がマウンド上に上がっています。さあマウンドを任されたのは高田、今シーズン3試合目の登板です。初球ボール、さあ2球目は何か、ボールになります。ボール先行です。高め見送っています。ストライクが入りません。低めの球、スリーボールワンストライクです。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。得点に結びつきやすくなるフォアボールのランナー、チャンスメイクです。空振り、ちょっと浮きましたね。低め中心でゴロを狙いたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。低めはボール、これが4球目、内へズバッと投げ込んできました。併殺狙い、インコースに攻めてきました。三振、タッチアウト、盗塁失敗。三振を奪った後素晴らしい送球が来ました。初球ボール、落ちるボール決まりました。際どいコース外れました。さあ4球目は何か、低めの変化球です。3ボール2ストライク、インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取って3アウトです。この回スワローズ結局3人で攻撃を終えています。8回終わって4対1ヤクルトスワローズがリードしています。9回、東京ドームが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。スワローズの守護神マクガフ、声援を背負っての登板となります。初球空振りです。
めに外れてボール。打ちました。これはどう破りました。センター前。佐野、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。初球空振りです。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インサイド落ちました。打ち上げた。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには5番宮崎。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトになっています。打ちました。高いバウンド。ファーストゴロ。一塁へ。ツーアウトになりました。さあスワローズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここで失点していくと流れも傾きかねませんので、しっかり目を。初球打っていった。高いバウンド。一塁送球。一塁アウト。これで3アウト。3点差守りきり試合終了です。試合を制したのは東京ヤクルトスワローズです。小宮山さん、なんとかリードを守りきりましたね。そうですね、こういう試合をものにしたということがやっぱり大きなことなんだというふうに思いますね。ひょっとするとチーム力も上がったかもしれませんね。勝ったヤクルトスワローズ、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。どなた様もお気をつけてお帰りください。